はい、始まりました。ファンの皆さんの投票で私たちの一日が決まるという企画なんですけど、まず投票は待ち合わせ場所はこのような結果です。北の梅田に行ってみたいと思います。アンナのもとへ。さあ、大阪に着きました。アンナどこかな。発見した。やっほー、アンナ。かなえちゃん、元気ですか。ウェルカム大阪。イエーイ。待ち合わせ成功。イエーイ。あ、今日のお昼ご飯からアンケートに乗りましょう。はい。チキンオアフィッシュ。チキン。ビーフはビーフはチキンビーフはチキン両方肉やん。じゃあ今日のランチは和食か洋食か、はい、皆さんが決めてください。はい、じゃあ今日のランチの結果は洋食ということで、私たちは今ルクアに来ていまーす。じゃあ洋食ってどれ。洋食はこれもだし、これ洋食？これもだし、オムライスね。まあ、これも洋茶洋だし、まあ洋か。これも洋茶洋だし、洋洋いっぱいあるよ。洋いっぱいあるじゃん。ということで、ランチに行ってきます。行ってきます。ただ、私は今日ビーフカレーで、ビーフカレーだもん。かなえちゃんはチキンステーキ、ステーキです。お出しました。これになるの。すごーい、すごい。あ、いいじゃん。それいいね。かわいい。これいいね。うん。じゃあこれをゲットします。はい。これがかなえちゃんおすすめの。はい、かなえもおすすめですし。ファンの方もここがぜひ行ってほしいって言って。お、なるほど。塩だったかな。塩の、ね、おすすめメニュー。おすすめを塩を食べてほしい。なるほど。じゃあそれをゲットしたいと思います。わなかさんです。気をつけて。行きます。うん、待って、塩超美味しい。超うまい。美味しいですって。大阪の皆さん嬉しいですね。みんなも絶対来てください。スタバ何をオーダーしたらいいかの結果を発表します。ただ、70
かなえちゃん79-21で、アイスラテですね。アイスラテ、あの辺はこういう僅差。え、すごい。結果的にファッションティーかな、ファッションティーとソンイラテにしたんだけど、うん、ファッションティーだそうです。わ、嬉しい。ファッションティーちょっと飲みたかった。よっしゃよっしゃ、行ってきます。みんなの投票結果によりビール、今夜の乾杯はかなえちゃんとビールで乾杯です。では今日一日ありがとう。乾杯。